人が覚醒剤を使用し逮捕されたとの裁判通知書を提出しました。何か聞いていますか？本当ですか？何も聞いていません。今初めて聞き、驚いています。覚醒剤プログラムも真面目に受講し、簡易薬物検査も陰性だったので私も残念です。ご面倒をおかけしますが、母親からも逮捕された状況等を聞いていただき、事故報告書を提出してください。わかりました。7月4日午後6時応報。こんばんは、小室